はい、ちょっと今緊急で動画回してるんですけど、皆さんに大事な報告がございます。なんと本日2月26日土曜日、松潤26歳の誕生日です。だからなんだよみたいな感じなんですけど、まあ誕生日どうでもいいんですけど、まあ今僕26歳になりました。まあお知らせっていうのは、誕生日をお知らせしたいわけじゃなくて、まあ誕生日プレゼントはお待ちしているんですけど、僕の T シャツ買ってくれたりとか、いろいろもしお金に余裕がある人はよろしくお願いいたします。で、今回ちょっと本当にお知らせしたいのは、僕ってずっとバドミントンの動画をメインに上げさせていただいてると思うんですけど、やっぱ今ね、いろんなバドミントンの動画を上げる、まあ、YouTuber が増えている中で、やっぱね、ただ単に動画を上げるっていうのは、やっぱり、ちょっとなんか、パンチが足りないなというか、と思いまして、ちょっとバドミントンにプラスで新たに考えている企画がございまして、っていうかもう進行中なんですけど、今、2月26日なんですけど、2月22日から、ダイエット企画始めました。まあこれもだからなんだよみたいな感じなんですけど、なんでダイエット企画始めたかというと、まあ、僕ね、もともと平均が165センチの、まあ、体重が平均624とかだったんですよ。なんですけど、最近測ったら正月あたりからちょっと危うかったんですけど、74キロございまして、さすがにやばいなっていうことで、一緒にバドミントンの動画プラスダイエットする企画あげちゃえば、ちょっと見てくれる人いるんじゃないかなっていうことで、ダイエット企画始めました。ということで、まあね、目標としては今74キロなんで、まあ67ぐらいかなって思ってます。とりあえずの目標はね、まあそれになるまで、まあ僕いきなりなんかすっごいなんか食べないとかっていうダイエットじゃなくて、まあ、徐々に減らしていくっていう感じのダイエットを始めてますので、一気には減らないと思うんですけど、まあ67キロになるまで頑張ってダイエットしようかなと思います。まあね、ずっと毎日ダイエットするかっていうとそうではなくて、前もやったことあるんですけど、土日だけ好きな食べ物を食べるっていうダイエットをやります。ということで、まあお知らせってダイエット企画かよみたいな、何なんだよみたいな感じだと思うんですけど、まあね、見ててください。ダイエット必ず67キロまで成功させるんで、まあ、時間かけてもね、その時間分皆さんに見ていただけたらと思いますんで、はい、そんな感じで今回の動画はこれで終わりだと思います。ありがとうございました。バイバイ。